トヨタ TF106 は、トヨタが2006年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーである。通常、新車のシェイクダウンは年明けに行われるが、トヨタは2005年シーズン閉幕から間もない11月末に、早々と TF106 を発表した、ウィンターテストで走行距離を稼ぎ、開幕前に新エアロパッケージを投入し、さらに前半戦には、 B スペックマシンを導入するという前倒しのアップデートを計画していた。フロントサスペンションは TF105 バイトを踏襲し、モノコックにシングルキールの突起を残したまま、ゼロキール方式としている。リアサスペンションの構成は改良され、ロータリーダンパーをストレートダンパーに戻したことで、過去2年悩まされていたリアの挙動を抑えることができた。レギュレーション変更に伴い、 エンジンは3リッター V10 から2.4リッター V8 にサイズダウンされた。エンジンの全長が短くなった分、シャシーとエンジンの間に100ミリメートルのスペーサーを入れて従来と変わらないホイールベースにしている。また、タイヤメーカーは参戦以来契約していたミシュランからブリジストンユーザーに転向した。テストでは特性の異なるブリジストンタイヤを理解することに重点が置かれた。 もともと TF105 バイトはタイヤに優しいマシンだったが、V8 エンジンになったことにより馬力が減少した結果、逆にメカニカルグリップ不足に悩まされ、開幕戦は悲惨な結果となった。第2戦では開幕戦の反省を踏まえ、必要以上にダウンホースをつけることにより、対策した結果ラルフが8位入賞を果たしたが、当然、トップスピードが犠牲となった。 第3戦ではブリジストンが低温でも発熱する新コンパウンドを導入したことや荒れたレース展開に助けられ、ラルフ・シューマッハが3位を獲得した。だが、この低迷への責任を取らせる形で、トヨタはテクニカルディレクターのマイクガスコインをシーズン序盤で解雇。以後は集団指導体制での開発に方向転換し、早急に B スペックの導入が待たれるようになった。 第7000モナコ GP から投入された TF106 バイトスペックでは主に重量バランスが改善された。シャシーとエンジンの間に挟んでいたスペーサーを取り除き燃料タンクを延長することでホイールベースの長尻を合わせた。これにより全体の剛性が強化されている。シャシーはノーズ下部のセンターキールが撤廃されゼロキールの目的である気流の通過促進に見合う形になった。 フロントサスペンションのジオメトリーも変更され、プッシュロッドの傾斜角がきつくなった。ノーズはツラには、プルロッドのピックアップ用バルジが付けられたが、この空力的影響は小さい。この頃から、ブリジストン勢がミシュラン勢より、レースで優位に立つようになり、ブリジストンユーザーで実質に番手だったトヨタのポジションも相対的に上昇していった。 上位にも顔を出すようになったが、昨年は活用できていたサードカーが使えなくなったことにより信頼性に影響し、思うようにポイントを重ねることができなかった。結局派に乗り切れないままシーズンは終了し、両ドライバー合わせて35ポイントの6位と、昨年の4位88ポイントに全く及ばなかった。カナダ GP でタンデム走行する TF106 バイト、ありがとうございます。